クルマンセンチャンネル。珍しいとこからスタートだね、はい、特別案件編でございます。案件って言うんだ。まあまあ登録者もね15万人突破いたしました。ありがとうございます。なんやかんやなんやかんやで収益もですね、はい、やっと赤字を出しまして。そうですか。黒字化に転じまして、ありがとうございます。はいはい、そう、私はそこら辺全く知らないので謎の1万円だけ月に支払われるっていうシステムでやってますけど、クリプの策で1万円お支払いしてたんですけど、そあのお支払いできるようになってますので。あ、そうですか、はいはい、今回ですね、はい、ちょっとあのブレインスリープさん、あら、あの使ってます。使ってます、もちろん。これ僕も使ってるんです。はい、もう長田向井か、あ、もうこれ車温泉チャンネルだとだとなって、はあ、もうここに来たらしいんですよ。いや、なんかね、はいはい、ブレインスリープ使ってから帯のラジオ決まった。あれ、ね、いや、ブレインスリープやってからね、まあ、ゴールデンのね MC 特番とかもやらせてもらってて、る生活リズムが整うとやっぱ仕事にもやっぱりいいよ。大丈夫、その法に触れてないかなんか、なんかしらの何かしらの法に触れてないかい、このあくまで個人の感想です、ね、あくまで個人の感想でございます。今回ちょっとこうジャーナルスタンダードさんのちょっとショールームみたいなところで来てますね、はい、ちょっとなんかブレインスリープさんなんか取り扱ってるらしいので、こちらが、はいはい、はい、あ、本当だ、ブレインスリープピロー。やっぱ本当に俺も寝つきが悪くてさ、はいはいはい、もう 4,5 時間ぐらいかかる寝つくまでに。うん、それはちょっと、もう本当に。でもこうブレインスリープさん使った、マジの時間教えて。え、マジで寝つくまでにマジの時間教えて。いやいや、2時間。そうですよね、 4,5 時間はちょっとさすがに。いやでも本当にひどい時やよ、これにしてから。いや、ブレインスリープさんにしてからもう本当に全然やっぱ寝つき違うよ、ね、入眠がね、入眠が違うんですよ、いいよね、面で硬さが違うからね。そうなんですよ、それがまたいいのよ。そうなんですよ、で寝てる間に、はい、自分の肩がつくの。そうなんです、でそこでフィットするから、うもう自分のになっちゃうんだよね、使っていくと。ていうかもう寝みんだけど、寝ていいかな。いや、俺今日もぴったりか、いつも車温泉チャンネルってめみんだよ。俺ね、熱くなっちゃうのがダメなの。わかる、めっちゃわかるわ。かる、このめっちゃわかる、ずっと設置してると熱くなって寝れなくなるけど、この枕ってなんないの、この形状だから。なんない、本当にね、通気性抜群だし、もう通気性でしかないからね。これはマジでそう、本当通気性でしかないの、これ。こんな見たことないじゃん。はい、僕もその工場にも行かさせてもらってるんです、実はこれを作ってる。つぶつぶじゃない。工場まで行ってたの。工場、これ作られてるところ、まさにこれが出てくるところ。おお。好きだもんね、そのそう、こういうものができてる場所好きだよね。本当に春さんみたいな感じで出てくるの、この繊維が7層になってるんですよ、これ柔らかさが。え、そうなの。そうなんです、こう7つ、あ、こう7なの。そう、こう7のこう3、はあ、すごいでしょ。いや、それを、はあ、もう一連で作ってるの。なんか売りつけようとして俺に。いやいや、もう持ってる、持ってるわ、俺持ってるから。だから結構違うじゃん、もうここが一番柔らかくて、そうそうそう、寝返り打ってもこっちでこう反発して返していく。そうそう、低反発とか使ってたんですよ、いろいろ、うん、でも結構沈み込んでくんじゃん。はい。ってなると俺こう、うん、やっぱ肩幅広いでしょ。確かにね。こう横になったらもうこの落差がすごいのよ、これ。肩が張りすぎてる。もうつかないの、これ。そうか、そう。宙ぶらりになると首が。固定されないのね。そう。あ、でなってくるとちょっとね、ぎゅっと沈み込む枕だとやっぱりね、こう寝返り打つともうしんどくなるの、やっぱり。うん。はまった感じしてる。全然いいかも。はまった感じしてる。全然。見て、この肩との厚みない。ほら
ぴったり。誰これほらもう。シンデレラ。シンデレラフィット。シンデレラ。シンデレラショルダー。入ってますこれ。もうめっちゃ気持ちいいわこれマジで。シンデレラショルダーって何ですか。今流せないぐらい変な単語言ってますけど、いや、ね、ネタプリやめてもらえ、入眠いいのは分かりますけど、シンデレラショルダー置いてかないでください。いやそんでマットレスもな、そうマットレスがこうちょっと一段上がって、そうなんで足元がね、これが ね、 ここね心地よいんですよ、はい、これがいいんです。なんかもうマットレスも使ってるんです僕。やっぱちょっと足上の方がいいらしいよ、寝る時って。でしょ、うん、なんか血流とか運転観念で、そうだからもうまさにそれが自動になってんだよね。これちょうどいいんですよ、ここに寝るだけで。そうなんですよ。高いところがいい仕事されてるんですよこれ。カクッとしてないね。ここただの段じゃないの、はい、そこにこだわりを感じる。そこにこだわりがあるんです。いやブレインスリープの人じゃないですよね。そなんかブレインスリープの人みたいに喋ってますけど。今説明してもらったのでいろいろブレインスリープの方に説明してもらったんですけど、えあブレインスリープの方いらっしゃる。あそうなんですね。いるおい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 、何喋んだよ。じゃあ今からブレ、完璧だったんで、いらないから。いや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 、逆に足りない部分、今あそうですね、抑えられてないところ、洗えるとかは枕のためってなかなか洗えないじゃないですか。そうなんですよこれ、そうなんです、洗える、水洗いね。そう水洗いもできますし、ただこれへたってきますよね、はい、へたってきたらなんとこう60度以上の温度、お湯をかけると復活するんですよ。復活で聞きたいな、こっちから。そこ情報ちょっと言うと語弊があるかもしれないけど、多分芸人で一番最初に使ってるの僕なんですけど。相当早かった。それはブレインスリープさんに聞かないと。相当相当難しいですよね。相当早かった俺。いつ頃。いやもうもう10年。そんなないですよね。それもうやめてよ。それはなしだよ。尾形のやり口で。一番になりたすぎて嘘つくの。いやでもまあ3年ぐらい。3年でも本当こんなに話題になる前からじゃ使ってましたもん。なんか今回新しいのがなんか。何ですか。今日はジャーナルスタンダードさんの店舗に行っているということで、はい、これあのコラボした商品。何ですかこれ。ジャーナルスタンダードの、うわおしゃれ、これがうわおしゃれ、え、何ですかこれ、セットになってる。これ何ですか、何ですかこれ、あ、うわー、あ、え、あ、あ、もうこれが、うわー、あらすげー、もうこれだけでいいんだ。うわうわうわ、ほんでこれで掛け布団。入っていい、これいただきたいと思ってたよ私は。これめっちゃ車加われるので、はいはいはい、車中泊とか、あー車中泊いかがでございましょうか。いかがでございましょうか。こちら寝心地はこれも車運転チャンネルで買ってください。これすっごいフィット感。こだってさ、うん、要は結構簡易っちゃ簡易じゃん。まあそうよね。パッと弾けるから、うん、はいはいはい、それなりにその簡易、だからこそこっちよりも、うんうんうん、まあだいぶ落ちちゃうかなって思ってたけど、いや、そんなことないね。全然。全然気持ちいいね。お色はこれ2色あるってことですか。そうですね。これがコラボ。これが最初に発売した。はい、これは普通にネットとかで買えるやつ。あくびした、めちゃくちゃ。めちゃくちゃくびした。いいわ、これ。いや、いいわ、これ。うわ、これいい。ほんと枕が。いい、めっちゃいい、これ。あ、枕。え、枕めっちゃいいの、これ。だから、こんなんてさ、あれ、くっついちゃってるから、本来、そんなに合わないはずじゃん。ね。備え付けみたいなもんだから。いや、普通に家のベッドについてるブレインスリープと同じフィット感あるよ。
無限大ホールとかに来れたおしまいだろうな。やばい、みんなね、カチカチの床で寝てんだからみんな。本当にこれさ、うん、ベラベラ喋るより寝てみた方がいいかも。そうなんだよ、結局ね、もうそれが一番宣伝になると思う。1時間くらい寝てそれを見てもらうが、ね、こんな気持ちよさそうに寝てんだったらっていうことなんだろうけどな。いや、そういうことだと思いますよ、本当に。もう頭回ってませんよ。早っ。もう入眠。そうそうそう。もう入ってね。ちょっと、ちょっと何が車温泉チャンネルなのっていうのもある。ただ。車も温泉も出てきてない。で、車温泉チャンネルじゃないよっていうのあるよ。だからちょっと今から車乗ろうって話。はめ込んだね。いやもうやっぱ車パーツを。でもその車温泉チャンネルはやっぱりもちろんね。だからこれで終わりですって言ったらそれはもうまた違うチャンネルの話になっちゃうもんね。そう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 、本当に。ブレインスリープすやすや。厳しいね。空気が厳しいね。ニコタマへ。はい、ニコタマへ。はい、今回は行くわけですね。ちょっとトヨタのスープラで抱負を行かさせていただく。ツーシーター。はい、ツーシーター、うん、なかなかしっかりだね、これ、ね、初めて、うん、運転しましたけど、これしっかりしっかりなんか重厚感がある。へえ、うん、ちょっと RRRT シャツ。はい、買ったんですよ。買いました。え、バビロンっていう映画見に行ったの。ああ、うわー、見たいのよ。うん、でそれで新宿のバルトナイン行った時に、はいはいはい、まあそもそもスラムダンクグッズさ全然買えないじゃん。いや、もう全然買えへん、もう無理で。あれほんと売り切れてて、でもたまに、うん、その映画館のグッズ売り場に、うんうん、なんか急にポンと、うん、俺これ売ってんじゃんってあんの。おう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 。あ、そうなんや。そう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 。でそれを探しに行った時に、うん、あ、俺あれ T シャツあんじゃん。おうおうおう。でそれ、じゃあ俺もなんか誕生日でマネージャーからもらったの。マネージャーじゃん。あ、持ってんのこれ。そう、持ってる俺も。そう、持ってんのよ俺も。あ、そうなの。そう、なんかおしゃれとかじゃなくて、うん、もうこういうの着たいって思うようになってきちゃった。わかる。そのいや、めっちゃわかる。なんかね、もうおしゃれとかじゃなくてよくて、うん、グッズっていいとか、わかるわかる。それを着てテンション上がる方を選んじゃってる。わ、うん、かるわかる。ちょっと最近渋谷によく来るんだけどさ、ええ、うん、あのボーリングにハマりまして。いろいろやるな。渋谷にある。ピアス開けてボーリングやって。大学生の。ちょっとここに来てね。若返りかになってる。おう。いや、ボーリングあれ芸能界だわ、ボーリングは。どういうことでしょう。あれボーリングって。どういうことでしょう。おう。もう、ほんと、ちょっとのことを意識しただけで全部フォームって崩れるの。こんなメンタルスポーツだったよなっていうことを思ったら、俺ボウリング上手くなったらもうちょい収録で上手く立ち回れんじゃねえかなって思った。マジで。動じない心。いやいやいや、隣ぐらいの年齢で女子大生4人ぐらいがやってる時にもうその子たちが頭にかすめただけでもう全然投げられないの、上手く。でもやっぱそういうもんじゃん。いやいや、何かを意識してしまった時に、まあまあね、一気に能力が下がるっていう、うん、まあまあまあ。でもね、ちょっとビリヤードやりたいんだよな。あ、ビリヤードもやっぱメンタル。ビリヤードこそメンタルよ、もう本当に。でも先読みというかさ、もうそのビリヤードこそとか言われるの嫌だな。でもそのこっちが、いや、ボーリングより多分ビリヤードの方が。それビリヤードは駆け引きの要素だから。いや、でもやっぱり自分との勝負じゃん、やっぱりそれは。いや、相手がいるから。
いや、ビリヤードもそうだし、いや、ボーリングは1人いってるから、いや、別に戦いじゃん、自分と向き合うだけだから、いやいや、でも、そのやっぱ相手はいるわけですよ、相手いないね、自分のスコアを伸ばすことだけだから、俺は。そのビリヤードもそうじゃん、それは。いや、ビリヤードは相手いる。でもさ、お笑いで言うとさ、やっぱ相手いるって方が自然じゃん、やっぱ。あんま自分ってないじゃん、その。あ、だから多分そのラジオなの特化してるのかな、だから。ああ、いや。ボーリングとリンクさせるってなると、やっぱ、ラジオよりかも。こんなにうなずけないことないんだよ。そうだよねって言おうかなってギリギリまで思ったけど、まだちょっとわからない。だからやっぱ体一つじゃん。うん。要は道具使ってるじゃん。自分の体だけと相談する。いやね、じゃあボール使ってるやん。いやボールは使うけど。いや、それで言うと、それで言うたそのボールビリヤードでボールをつくスポーツだから、いや それはもう一緒で、まだ一緒、ボールがあるは一緒で、あと球があるかないかって話してる。いやもう身一つで言ったら、お前とかボール9個あるんだろ。もう一個白で10あるから。そんなこと言って、俺はもう1ピン何個ある、ピン10本ある、じゃあ穴あるから。だからもう穴があるから、エア出てるよ、エアも出てるし、いやこれはもうマジでカンって出てくる、マジで関係ない、タイミングもあるやん、それはもうマジで関係ない、名前入力せなあかんし、名前入力でもうミスったらもう大変なことになるやん。サッカーもサッカーっていうことでしょ、サッカーって言いたいの？いや、サッカー全然言いたくない。サッカーって言いたくない。サッカーでしょ？いや、ビリヤードとか野球って言うんであれば、サッカーはもうボーリングは論点をずらすなってさっきから。その道具を違う身一つっていう観点で言えばそうじゃん。全然違います。強化で例えたら何なの、その。え？強化で例えたら。何？強化。強化。どういうこと？数学とかそうです。強化で言うと。無理だろ。強化なんて例えられるわけない。強化で例えたら、その何になる、そのボーリングは。で、一人で黙々とやると、数学ってことか。黙々とやる。勉強ってそうじゃん。どの教科でもそうじゃん、うん、でもなんか数学って黙々とやる教科以外あるか。メンタルの話をしてるの、うん、俺は今ね、うん、そう、ちょっと力入っただけで結果が変わってしまう、これって仕事にもやっぱ言えるよね、はい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 、力入っちゃってうまくいかなかったな、はいはいはい、例えば自分が尊敬しすぎてる MC の人の番組行くと、はいはいはい、なんか面白いと思われよう、はいはいはい、とか思いすぎちゃってうまくいかないってあるでしょ、ね、あるあるある、めちゃくちゃある、その感覚なんか近いなと思ったの、スペア取りました、次の一投絶対多く倒そう、ね、うまくいかない、なるほどなるほど、じゃあもうドミノやな、ドミノやな、もう一人で黙々とやって、やっぱもうボーリングじゃダメなの、ドミノもドミノも全部倒れるかっていうドキドキ感で言うと、ボーリングもあれも全部倒れるかってドキドキ感でしょ、違う、ドミノドミノは全く同じやん、作品じゃん、うん、メインはまあまあ倒すことっていうよりも、やっぱこの倒れた後にこうブワンって絵になったりとか、うん、なんか そういう要素あじゃん、そういうのやりたいよね、フットワークは軽いよなと思うよ、ちょっとなんかもう全然時間ないわそんなもん、あそう、まあいやその家庭持ってるっていうのがな、やっぱねでかいっていうのあるわな、こんなにフットワーク軽くはできないでしょ、無理よやっぱり、こうやっぱ時間できたら家族の方にってやっぱまあねなっちゃうから、それはそうだよね、結構ね、なんかその今もう一回一人になれって言われたらそれはそれでしんどいっていう
もあるし、はいはい、まあないものねだりみたいなね、そうないものねだり、そのいやその時間は欲しいけど、うん、もうリセットされるのはしんどいよねやっぱ、はいはいはい、もう一回もう一回パートナーを見つけて家族を作るなんてのは奇跡だよな、だから本当に無理ですわ、より思うよこの年齢になって本当に結婚しようって思える人と出会い、お子さんが生まれ、いや本当に家庭を作るってマジでパチッて会った人出会わないとならないもん、海外旅行と一緒だ、そうある意味結婚って何がやっぱまあなんかこういろいろな心配をしてたらさもう行けないじゃん、うん、ああだのこうだの計画を立てすぎてたら、うん、準備してたらもう結局なんかこういけないみたいなことになっちゃうじゃん、なんかそのなんかそのはやめて、で結局ねだから結婚さビリヤードっていいじゃん、もうほんとに聞いてもう例えないでこれ、これ以上何にも何にも例えないでこれ話を分かりやすく言うとね、分かりやすく言うともう分かるからその結婚って全部、いや分からへんと思うな、いや分からへんと思うな、その結婚したことないから 100% ガチッと会わなきゃ結婚しないって思うと、海外旅行は行ったことある、それは無理だよっていうので分かるから、もうそれだけで、海外旅行行ったことあるの、海外旅行行くときにさ考えすぎたらさ行けないじゃん、いやいや分かってるけど、ちょっとノリっぽい感じで行かないとさ、分かってるけど、あもうすぐですよ、えあっという間だね、おうこんなとこにあるの、あーここだ、うわすごい、シネマズもあるわ、あらさあというわけで着きました、着きました、カーテンニコタマに、ね、タマあっという間に着きましたね、あっという間に着きました、うん、こんなおしゃれな、しゃれてます、あおー本当だ、なんかいろいろ家電が見えてきた、家電が見えてきた、家電が揃えてないの、家電はまだリビングに、うん、ヨギボ1個いやもう先回りいましたね、は違うんだ、クロックっていう、え何これ、何これ光と、はい、香りと音で、はい、あなたの体内時計を整え、めちゃめちゃ読んでる、どういうことですかこれ、人の体内時計って、はい、あの24時間じゃないんです、体内時計 24.2 時間、はあ、24.2 時間で 0.2 時間分ずれが毎日生じていってしまうので、うん、それを整えるための時計に、寝つきが悪い時さ、その YouTube でさ、うん、焚き火の映像とかをやっぱ流しながら、うん、寝たりするんですけど、まさにもうこういう感じの色ですもんね。ああ、暖色のね。そう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 。で、一応焚き火のあの揺らぎあるじゃないですか。はいはいはい、F 分の1の揺らぎ。まさにその揺らぎを再現したあのライトの揺らぎも。ああ、なるほど。香りもされてます。そんなダイレクトに。何これ。ほう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 、ラベンダーベースの、はいはいはい、こっちがアメイク、はい、出た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 、うわ出た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 、うわあーちょっと柑橘系っぽい感じ、ラベンダー、ラベンダーベース、はい、全然違う、入ってますよね柑橘系ね、ベースはラベンダーベース、そうですね、危ないよ危ない、もう一つ家電がありまして、はい、これがブレインスリープコイン、コイン、コイン、ズボンのこのおへそのところに挟んでつけて寝て、つけることで、うん、あの寝姿勢が測れるんですよ、はぁ、なので横向いてる時にいびきが少ないとか、そういったことも分かったりとか、どういう向きで寝てる時に眠りが深いかっていうところがアプリと連動することで分かるような、
プリを使うと、こういう風に点数とかも出るようになっていて、で、はい、で一応いびきも計測できるので、はい、スマホとこう連動させておくと、連動すると寝姿勢で動画が分かる。ここがすごいブレインスリープって書いてあるよ。ブレインスリープコンディショニングスタジオ出たー。はい、針と球、ここでやってくれんの。ちょっと体験させていただきたいんですけれども、どんどん、コースが30分と1時間か、はい、プロリカバリーしようや。いいのいいの、そんなのやってもらって。いやいい、寝具だけでは解決できない、アプローチできない、はい、その睡眠の悩み、はい、解決を目指しています。はい、なるほど。で、具体的には針をしたりお灸をしたり、あとマッサージをしたりして、うん、自律神経を整えていくことで皆さんの睡眠力をアップしていくお手伝いを、はい、しております。整えたいね。マジでどっち向いてんやっていうぐらい、もうめちゃめちゃ疲れるって感じですかね。身体感とか。そうですね。疲れてしまいました。素敵なお顔がアイマスクしちゃいますけど。あ、はいはい。大丈夫。もちろんです。あったか。あら、俺マッサージ行かないですよね。肩こりとか腰痛とかあんまりない。いや、肩こりは多分してるんです。ちょっと うるさいな。あんま。ちょっとうるさいぞ横。いや、こっち、いい静かなトーンでやってるから。いや、インタビューで答えてるんで。芸人の声量ってあんな野蛮な声量なんですよ。いやね、よく通るお声だからいいですよ。なんか目がせっかちで、多分そのゆっくりこうやられるっていうのが向いてない。うるさいな君。うるさい、なんかそのせっかちなんすよとかいいんだよ。その下をしていきます。胸骨と胸の骨と、はいはいはい、肋骨の間ですね。こんなとこマッサージされたことないです。そうですね。ああ、いいですね。あ、すごいです、ここ。おわうるさくない。ちょっと、いやいや、すっごい、いやいい、これはすごい効いてる。かうるさくない。いや、ちょっとこれちょっと幼なくすごいから、なんかやっぱマッサージって合う合わないっていう、はいはい、その瞬間に結構分かったりするじゃん、ファーストタッチで、はいはいはい、あ、もう確実に合うっていうのが分かっちゃってる。あああ、おお。さっきの向こうもここですかね。すごい硬いですね、やっぱり。硬いですか、やっぱ。脳みそ触ってます。え、脳みそ触られてるの？ちょっと目と目髪緩めていきます。ちょっと痛いですね。目髪は左側の方が張ってますね。うわー、すごい。すごい開いてます。良かったです。治療目目を、はい、はい。いやー、ちょっとこれは本当にね、パチッとしますね、これ。やっぱ肩甲骨がね、うん、出ないんですよ、僕。だから多分丸まっちゃってるんで。そうなんですね。はい。これね。いい子ってない。
そんなね、ピンポイントでやってくれないんですよ、なかなか。なんかそこじゃないのになって思う時間って結構あるんですよ、マッサージ受けてる時。あ、そうなんですね。でもそれがね、本当にないっす。あ、ここですね。あ、なんかそこすっごいですよ。外そう、なんかすごいとこつまんでます。そこすごいです。リンパが溜まってるってことですか、です老廃物ですか、これ。すごいな。ちょっとちょっともう取られてるのが腹立ってきました。ちょっと腹立ってきたんだけど、ずっとカメラ回されてんのがこれしょうがないんだよね。しょうがないじゃん。そうだよね、しょうがないですよ、これ見せないと。これプライベートで来てるわけないんだもんね。それはまたプライベートで来てる。まだそっちでもそう、女の子回しわけはいはい嫌だね。確かに全然まだいいわ。あ、そう、右腕凝ってないですか。はいはい、ボーリング1人で6ゲーム投げたんですよ。ほんとにいつですか、昨日。これね、これ そうですよね。ボーリング6ゲーム投げちゃったから。いや、ボーリングあー痛いっす、痛いな、痛いな。いや、でもね、これね、ほんとにいい、心地よいんですよ。ああ、そこですね。あるある。ここにいます、ね。ある。います、います、います。いるよね。いる。いるよね。いる、いる、いる。いる、いる、いる、いる。いるな、こいつ。背中側からお灸してきますね。呼吸はここ、建物の火が使えないので、火を使わないタイプのお灸して、うん、そんな自律神経整えていくのに、うん、腸の動きを良くすることで、はい、セロトニンという幸福ホルモンですね、うん、それが生成されると言われている腸の動きを良くしていくためのツボ、お灸していきます。日光とか当たるとセロトニンって出るって言いますよね。セロトニンマウントがすごい。もう一つお気にしていきます。気海と気の海と発音なんですけど、はい、パワーの源ですね、気をたくさん出していきます。11手足の方を調整するために、はい、今度は手足の方に針をしていきますね。もう入ってます、はい、もう入りました。もう入りました。入りました。何にも感じないです。はい、半ぐらい入ってます。そんなあー、でも、あ、なんか来ました、来ましたね、来ました、来ました、はい、入りました。入り、あ、初めてですか。あんまやったことないです。あ、そうなんですね。あ、今入りました、はい、はぁ、あ、はぁ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 、ずーんとちょっと、はいはい、ありがとうございます。あー、すごい。じゃあお水の方どうぞ。あ、はい、水じゃあ方がいいんですか。はい、そうですね。今日は代謝が良くなってるので水分多めに取ってください。本屋さんとか家電とかある中にある店だから、うんうんうん、ちょっとこう侮ってたよ俺は。ぶっちゃけちょっとな、そのわかる、なんかね、うん、ついでについてる店かと思ったの。ちょっと家電量販店のマッサージ、お試しマッサージチェアに座ってるぐらい。でもマジ歴代1位だった。俺あんまマッサージ苦手だからあんま行かないんだけど、うん、いや、めちゃくちゃ気持ちよかった。腹減ってし
ょう。腹減った腹減ってしょうがないんだよ。ちょっと赤から行こう。赤から行こう。いや、もう。いや、ほんとありがとうございました。いや、最高でした。最高でした、ほんとに。マジで。車温泉チャンネルステッカー。え、ありがとうございます。ちょっと、はい。はい。ありがとうございます。ちょっと、どこかに。ありがとうございます。はい。配布していただければ。ジャンプで、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしく。どうも、ビジネスマンです。そんなやついないって。それで運転できんの？ちょっとこうピピピってハッカーやじゃーん。めちゃくちゃいい。あーちゃん、ちょーちゃん、これがあーちゃん、ちょーちゃん、あ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 ーちゃん、めちゃくちゃ美味しい。うまい、うまい。これは最高。うまい。まず思ったこと言った。思ったこと口にしてんじゃねえよ。なめんなよお前よ。誰だと思ってんだよこっちのことよお前は。取らんねえマジで。腹立つしょうがねえよ。車温泉チャンネル。